二重丸をこの第7ケース、まあ、知ってますよね、はい、ここに合わせると、はい、お願いします。思ったようにやってください。あ、今登録してくれるとあのうまい棒、あのチョコレートだけどプレゼントしてますよ。思い出しながらでいいですよ。あの無料なんで。習ったことを思い出しながら、ね、やっていただければ。どの辺あの考えてます？今結構外側の外側のなんか小円筋とかその辺ですか？今ね当たってんのはあの極下筋ですかね多分。そう、ね。多分、うん、極下筋あたりです。はい、その辺気持ちいいです。ビルの中でねやるっていうのもね。あ、いいじゃないですか。何回かやれば多分昔の感取り戻しますよ。触ってる場所は悪くないんですよ、ね、本当に、あ、久しぶりに始めね、久しぶりなんだろうなっていう感じがする。なんかこう、おっかなびっくりこう。いいですよ、いいですよ。感覚を戻してください。はい。うん、それも教えてもらってるんですけど。全然いいですよ、全然。好きに使ってください。回り方全然悪くないです。大体5分から10分ぐらいまでできれば、このフリーマッサージは大丈夫です。やればすぐですよ、また。
押してる場所本当大事です、全然大丈夫です。ああ、力が入っちゃう、力入っちゃうって言われて、ああ、でも分かります、俺もやっぱたまにあります。ただあのその力の入る獅子あの、まあ、自身の方も気持ちよければ多分ね、やられてる人はそんなもんって言わないと思うんですよ。だからあのそのチェックする人がやっぱりもうそういうのを気にしてるから、まあ、やっぱりね、まあ、そういう風に言うんであって、まあ、お客さん触られてて不快感なければ多分そんなに文句言われないんじゃないかな。あとまあ本来は親指に行く圧が獅子の方に流れてるから、まあ、その辺の残念はもしかしたらあるかもしれないですね。だから分散しちゃってるってことですよね。まあその場にもよります。全然もう問題なし、はいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。良かったです。そうですね、少しずつですけど感覚がもう出つつあるのかなっていう印象は持ったので、まあ、また機会があったらいいかなと思ってます。はい、あのよかったらまたね銀座サークルの方とかね、あの来てもらえれば、あの県政の推し方からねやっていければと思います。よろしくお願いします。